夢と俺の出番だ。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。それではご分を。帰ってきた力の超新者、冒険のプロテインジャンキー、サラダ明彦。面白い。テレビの中に何がある？着いたようだな。この空間のどこかにいるわけか。レディース&ジェントルメン、さあ始まりました。大注目の格闘番組、実況は私、みんなのリセチーだよ。ここでは日頃溜まってる鬱憤とかそういうのガンガンぶつけ合っちゃって、白黒はっきりつけちゃいましょう。何？格闘番組だと？これより P1 グランプリ開幕だ。男の中の男たち出てこい子だ。ずいぶん賑やかじゃないか。退屈せずに済みそうだ。お前は。おっと、ここで予定外の乱入者登場くば。ほう、馬鹿げたノリだが嫌いじゃない。おりゃあ、俺様は辰巳寛治、かかってこいや。面白い。正気であろうとなかろうと、挑戦を断る理由はない。ラウンド1ファイト。勝負にはこだわらず。このラウンドは大丈夫。ラウンド2ファイト。もう決められるか。ちょっとほとんどないぞ。どうしたどこだ。やられたぜ。何なんだあんた。正気に戻ったらしいな。まさか俺たち以外のペルソナ使いに会うとはな。つうかこれ現実か。どうして俺はこんなところに。何も知らないようだな。お前はここで休んでよ。そうだ、ついでに聞かせてくれ。この辺りで女を見なかった？名前はラビリスだ。妙な名前だな。何人だよ。悪いが知らねえ。そいつが何だってんだ。そこまでくばねえ。とっとと次のリングに進むくばよ。ちなみに勝者しか進めないのでよろしくま。邪魔が入ったようだな。勝者しか先に進めん。結果となりました。ペルソナによる格闘大会、それで P1 か。慎重にと言いたいところだが、俺の性に合わん。来ました、2回戦。見た目は子供、頭脳は化け物、IQ2000 の KY 探偵、白金ラオト。
者睨み合っております。さあ2回戦始まるよ。霧城の非道は僕が暴きます。決めつけはやめてもらおう。ワンワン安定が悪いことはやめない。やめろ、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 楽しかった。バンクの圧が起きなかったようです。圧勝、すごい試合でした。なかなかの使い手だったが、やはり勝機を失っていたな。来ました、3回戦。その国すべてを飲み込むビースト・オブ・ディビドクマ、いよいよ始まります。お次は3回戦だ。優勝目指して突っ走るクマ。妙なやつだ、シャドウか。ラウンドワンファイト。アタック、勝負にはこだわらず。アップリコーレッラウンドトゥファイト。前評判通りの結果となりました。ヘルスの使いたち、随分な数だ。ミツルたちは無事なのか。あいつがそう簡単にやられはしないと思うが。いよいよ4回戦。女を捨てた肉食獣、男勝りの足技系ドラゴン、里中知恵。会場は興奮状態だ。来ました、4回戦ですね。雰囲気、ただものじゃない。さては、貴様が師匠の仇でござるな。お前、人一倍正気が飛んでるな。だが、気迫はなかなかだ。見てて師匠、こいつを天国の師匠のとこまで蹴り飛ばしてやる。それ、地獄に落ちろ。
天国と地獄のどっちにいるんだ。ラウンド1ファイト。秘密の特訓が今メールを脱げ、中で聞こえてる。クリア先輩だ。はい、あとまたもらってどうしたら、またやらなきゃいけないのでしょうか。あとは俺が勝つだけだ。メールを断ち切れず敗北。これはやってしまった。ラウンド2ファイト。あとはお前を挽回。ボディエイト。でもな、もちろんエイト。エイト。嘘だ。エイト。でもな、切れるのか。引かないで、引かない。やるわね。もちろん。引かないで、引かない。引かないで、引かない。引かない。誰すか。俺は真田昭彦。お前この辺りで女を見なかった。お、女？ただ女ってだけじゃ。あ、そういえばさっき知らない子を見かけたかも。ようやく尻尾をつかんだ。その女どこに向かった。ちょっと待ってよ。その子が何？てか真田さんが何？説明してよ。いいだろう。手がかりの例だ。その女はラビリス、対シャドウ兵器だ。知人に壊れたが、俺はそいつを追ってきたんだ。対シャドウ兵器？私の見たあの子が？お前たちに何が起きたか詳しくは知らんが、ラビリスを狩り。圧勝！もう止まらない！この先にラビリスがいるのか。5回戦、私をリングに連れてきて、難攻不落の黒雪姫天城ゆき子。両者睨み合っております。第5回戦、会場は熱気で包まれています。私の舞らしくありませんよ、お客様。おおぎ、珍しいスタイル。ラウンド伝統のセーフさばきが炸裂するか。やだ、やだ、やだ、くずくる。やだ、やだ、イブ、くずくる。大きなセーフ、やだ、やだ、イブ、くっ。やだ、やだ、イブ、折れる。ヘルム、やだ、やだ、折れる。それは一方的に全然負けてしまった。くずくる。勝負にはこだわらず。アキミコ、勝負ラウンド2ファイト。あ、ハゲてるのか。やだ、やだ、そのまま勝負に勝てるか。タオルの準備はいいか。やだ、やだ、やだ、折れる。やだ、やだ、やだ、くっくり。あ、しっかりヘルモンに砕きになるか。剣、どこで、どうしよう。
赤王早く行こう。すごい試合でした。しかしラビリスが犯人だとしてなぜ格闘番組なんて騒ぎになってるんだ。いよいよ6回戦、孤独な玉座で悪を裁く孤高の処刑場を霧城に釣る。両者睨み合っております。6回戦、互いの野心が渦巻き逆巻き牙を剥く。ミツル、無事だったようだ。アキヒコか、どうだ、ラビリスは見つかったか。いや、だがこの先にいるのは間違いない。それよりこうして鉢合わせた以上、問題は俺とお前のどちらが行くかだ。どちらか強い方が行くべきだとでも言いたげだな。間違ってるか、アキヒコ。ただ道を譲るのも面白くないだろ。それにお前が言って霧城だと名乗れば余計に抵抗されないとも限らん。分かったよ。ただ立ち話をしているよりは意義がありそうだ。なら全力で行くぞ。ラウンド1あとは俺が勝つだけだ。油断してしまったか。ラウンド2ファイト。まだまだ試合が始まる。試合の流れが整えてきたようです。どっちかん。さすがだ。修行の旅は伊達じゃなかったようだな。敵はおそらく放送室にいる。お前の掴んだ通りこの先にあるようだ。放送室、なるほど。実況中継の発信源か。見たところ敵は着ぐるみの熊と実況の少女の二人組のようだが、少女の方がラビリスなのか。いや、彼女は違う、被害者だ。圧勝、すごい試合でした。ラビリスとあの着ぐるみの関係。おっと、ここで現れたのは、その指は鬼人、その瞳は照準器、全身狂気の心なき天使アイギス。会場は興奮状態だ。ラッキーセブンの7回戦、また戦うことになるなんて。2年ぶりになるか。行くぞ。ラウンド1ファイト。ラッキーを使って走ってくれ。攻撃がダメ。大丈夫、攻撃がダメ。攻撃が止まらない。全力で乱射でやります。効かないな。効かないであります。効かないんだ。効かないな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 。効
予想に反して圧倒しています。勝負にはこだわらず。ああ、これはいけます。ラウンド2ファイト。ペルソナ、マラマスマス外さない。ペルソナ、お願い、オルギア海走りならない。もっと体力差が増えてきた。ダメージしきるか。死なないであります。マルコ、勝負がどちらが勝ってもおかしくないよ。聞かないであります。マルコ、勇者の強化を知らん。両者酸素を守りつかない。くっつける。負けない。すごい試合でした。嫌な気配が次第に強まっていた。いよいよ決戦が近そうだ。いよいよ8回戦。謎に包まれたこの人物、一触即発。おい、大丈夫か？あなたは、なんかすごい格好ですけど。真田昭彦だ。仲間に代わって助けに来た。そうか。お前が、五色ラビリスだな。そう、みたいやね。対シャドウ特別制圧兵装五色ラビリス。ふふ、ぎょうぎょうしい名前。いろいろ思い出してしもた。うちのこと知ってるん？霧城ミスルに頼まれた。一緒に来い。悪いようにはしない。霧城？いやいや、あそこには絶対に戻らん。そうはいかない。これ以上被害を拡大するわけにはいかないからな。いやいや、うちは戻らん。ラウンド1通りになったな。ラビリスでないなら一体何者だ。我が影、真の我。ラビリスから出たシャドウ、こいつが真犯人ってことか。二人とも下がってよ。こいつは俺の獲物だ。ラウンド1ファイト。ラビリスだけ捕まれ。あとは俺が勝つだけだな。ラウンド
よし、手応えありだ。これは、何なん？それはシャドウ、自分の心の中にいる、あなたが認めたくない、もう一人の自分って感じかな。よし、まずは一つ片付いたな。みんなも無事みたいだし、これ、事件解決ですよね。よかった。真田さんだっけ？助けてくれてありがとう。最初は危ない人かと思っちゃったけど。最後のは余計だ。さて、戻るか。ミツルたちも心配してるだろうしな。心配するな。また封印して箱に閉じ込めたりする気はない。悪いようにはしないと言ったろう。